はい、皆さんどうもこんにちは、ケイリアスです。今回はポケットモンスターアルセウスの方やっていきたいと思います。新作の方ですね。では早速やっていきましょう。今ただいま言語選択にの方にいます。やっていきましょう。あ、オートセーブっぽいですね。あ、来た。ここは時間も空間も超えた私の宇宙。よく来てくれました。私はアルセウス、あなたたち人がそう呼ぶもの。あなたの顔をよく見せてください。普通にしましょうか。じゃあ何と呼びましょう。 OK です。アケリアス、あなたがこれから降り立つ世界には人がポケモンと呼ぶ不思議な生き物たちがいます。はい、すべてのポケモンに出会うのです。その時また姿を見せましょう。はい、ということで始まるのかな。すべてのポケモンに出会う。おお、アルセウスじゃん。これ誰のスマホ？自分のスマホかな。なんか吸い込まれていきました。おお、タイトルコールですね。タイトルコール違うわ、タイトルですね。おう、びっくりした。起きろって言われてるんかな。ウェイクアップやん。生きていますか。うん、一応生きてる。かわいいな。今回の御三家たちですよね、多分ね。そうそう、空から落ちてきて驚きましたが、よかった、生きていますね。ここどこか聞いてみる。始まりの浜です。始まりの浜、もしかして空から落ちたショックでわからないのですか。それにしても何とも言えない不思議な格好をしていますが、この辺りに知り合いはいるのですか。さあ、知りません。なるほど、大変ですね。では行くあてはあるのですか。ないです。多分ない。知り合いもおらず寝場所もない。とてもお困りのようですが、そもそも生きていけるのですか。なんとか。まあ多分無理だろうね。わかりました、困っている人を見捨てるわけにはいかないのです。めっちゃ可愛い。そうでした、この子たち逃げたポケモンを追いかけてきたら君が落ちてきたのです。この子たちはもっかして君の出現を分かっていたのでしょうか。そうだ君、ポケモンは分かりますか。まあまあまあ、よかった。空から落ちてきても普通の人のようですね。そうです、この子たちはポケットモンスター、縮めてポケモンと呼ばれる不思議な生き物です。それで君のお名前は。へえ、アケリアス君というのですか。不思議な印象の名前ですが、きっと素敵な意味ですよね。おっと総理、僕はラベンです。ポケモン博士をしているのです。ポケモンたちのことを詳しく知るため、あれこれしている研究家なのです。今はこの子たちを。めっちゃ可愛い。おお、可愛いポケモンたち、どうして逃げたりするのです。逃げたポケモンたちを追いかけるのです。
待ってくださいはいで動けるうわめえあで R スティックであの視点移動ですね。えやばめっちゃ綺麗なんやけど。えあ水にはまだうう入れない。船とかもあるじゃん。うわめっちゃ綺麗。あだって B ボタンでしゃがめたな。えうわめっちゃ綺麗やな。なんかすっごいやば。あのすごくちょっと操作感度がすごくいいですね。すごい。うわすげえめちゃめちゃ綺麗ですね。ああ間違えて止まって覚えよう。何かが光と音を発している。スマホよいしょ。ああ踏んつけちゃった。スマートフォンらしきものを拾った。おそらく自分のスマートフォンだが形状が変わっている。それに不思議な力を感じる。画面にメッセージが表示された。アルセウスフォンと指名を託す。すべてのポケモンと出会え。なるほど。よいしょ。カメラ操作 R スティックですね。うおーすげえ。めっちゃ綺麗。はあ、全然当たらないのです。おお、空から落ちてきた人、助けに来てくれたのですね。ポケモンを捕まえるためにいくつもボールを投げましたが、全然ダメなのです。そうです。まずはあの子たちに投げたポケモンについ、あの子たち逃げたポケモンについて説明をいたしますね。モクロウです。モクロウは光合成という草の特徴を持ち、鋭い羽を飛ばして戦うようです。わあ、かわいい。めっちゃかわいい。あちらにいるのが火の嵐ですね。火の嵐の背中で燃えている炎は怒ったり驚くと勢いが増すのです。かわいいな。池のそばにいるのはミジマルと言います。ミジマルは水上で浮かんで寝たり、お腹の貝のようなもので戦ったりします。あーかわいい。みんなかわいいですね。ほんと。あっと大事なことを忘れていました。モンスターボールです。これを投げてポケモンを捕まえるのです。あ、50個もくれんの材料。あークラフトなんだね。あ、やっぱりちょっとボールの形もちょっと違ったりしますね。おっと総理、これでは説明不足ですね。いいですか。ポケモンは不思議な生き物と言いました。では何が不思議なのでしょうか。それはどのポケモンも小さくなる習性を持っているのです。そしてモンスターボールです。最近開発されたばかりのボールをポケモンに投げると、なんとポケモンは小さくなってモンスターボールに収まります。つまり捕獲できるというわけです。他に頼る人はいません。逃げた3匹の捕獲をお願いするのです。捕獲するにはポケモンをよく狙ってボールを投げる。とてもシンプルです。僕には狙ったところに投げる才能はありませんからね。お、ジェット R ボタン押しっぱで、そのまま歩いたら R スティックで向きを変えたり。押しっぱなしのジェットは指を離す。で、投げずにやめたいときは B。OK です。じゃあやっていきましょうか。さっき火の嵐から。あ、こういうことか。あー、OKOK。B で直すね。走り回ってる。ちょっと待って。こんぐらいかな。おいしょ。お、入った。おお、素晴らしいです。ポケモンを捕まえましたね。アケイラス君、ポケモンを捕まえる才能はここで生きていくのに有用です。逃げたポケモンはあと2匹です。それにしても君は珍しいことにポケモンを恐れていないようですね。珍しいんだね。じゃあ構えたまんま、あーいた気づいた。あーかわいい。
よし。アキリアスくん、すごいです。世の中にはポケモンを捕まえるどころか近づくことすら恐れる人もいるのに。あと一匹ですね。さあ探しましょう。捕まえましょう。どこ、モクロってどこいて、あ、おったおった、サクッと、おらあ、出ちゃった。あ、そうです、モンスターボールで 100% 捕獲できるわけではないのです。もう一度ボールを投げてください。あれ、どこ行った。え、あ、かわいいな。すげえ、捕まえた時なんかちょっと花火みたいなのがパッ上がるんです。それにしてもアケリアス君、君のボールさばきには驚きです。ここに来たばかりなのになぜそんなにうまくポケモンを捕まえられるのですか。君の出現には何かしらの意味があるように思えるのです。あ、アルセウス本見せるんだね。すべてのポケモンと出会え。へえ、アルセウス本、不思議な代物ですね。まるで君を導くかのようです。いきなりですがいいですか。僕の夢はこの地方初めてのポケモン図鑑を完成させることです。わかりますか、ポケモン図鑑、あらゆるポケモンを記録していくとても先進的で素晴らしい研究です。ただポケモンを記録するにはポケモンを捕まえる必要があります。ですがモンスターボールは開発されたばかりでうまくポケモンを捕獲できる人は少ないのです。そこに登場したのが君、ポケモンを捕獲する才能の持ち主です。すべてのポケモンと出会う君と、あらゆるポケモンを捕まえてほしい僕、そう、お互い協力し合えるのです。どうでしょう、助け合うというのは。あ、いいですけど。正体不明の君ですが、ポケモン図鑑完成という目的のため僕は君を歓迎します。とりあえずポケモンたちを村に連れて帰りましょう。君の衣食住の手配もせねばなりませんし。それでは案内します。あ、案内いたします、僕たちのことぶき村に。ことぶき村、なんか空に黒い何かが。ここかな、ことぶき村ってのは。モンバンさん、いつもお疲れ様です。こちらは僕とポケモンの恩人ですので村に招き入れますよ。ほう、なるほど。うわ、すっごい雰囲気いい村ですね。こういう感じの村好きですね、私。こちらですよ、僕についてきてください。はい。ことぶき村は銀河団みんなのおかげでここまで発展したのです。あ、動けるわ。今歩いているのは御代通りです。見ないか、なんかすごい言われてる。村ができて2年ばかり、まだまだ人手不足なのです。いろいろ気になるのはわかりますが、まだついてきてる。ポケモンを調査しないと村の外にも出づらいですし。うん、奥にそびえるのが銀河団ホームですね。奇妙な舞台、すごい、なんかすんごい、なんか周りでなんか言われてんね。知らない人と話したらダメだって。博士の後めっちゃ見られてんじゃん。おっと、忘れていました、逃げたポケモンたちについて報告をしないといけないのでした。君は食堂で待っていてくれますか。橋を渡ってすぐ左の建物が食堂、芋づる亭です。アルセウスフォンが反応している。不思議な力で目的地が分かるようになった。マイナスボタンでアルセウスフォンを使えば地図を見る。あー、オッケーオッケー。で、移動中にも表示される。はい、了解です。で、お、こっから動ける。うわ、すげえな、ほんとめっちゃ綺麗じゃん。
うーわー、すげえ。外も、あ、僕も村に来たばかりでね、みんなに話しかけてあれこれ教わっているよ。へえ、ここがね本部多分。うわすげえ、めっちゃすげえ、めっちゃなんかすごい。いろんなやつよの。芋づる亭はな、銀河団のための店。よそ者は帰った帰った。なんだお前、かぶいた格好をしてるけど。そんな薄着だとポケモンに襲われたら一応コロだろ。でも村にいるってことは誰かが許可をもらったのか。なあラベン博士って知っているか。と遠方からやってきた博士だけど、ポケモンに逃げられたりして点で頼りにならないんで、ならないんだぜ。電気ショックなんてポケモンの技を浴びて寝込まなければ、3匹を逃がさなかったのに。そうなのですよテル君、合わせる顔がないのです。うわですが、もう大丈夫です。こちらのアケイラス君が僕たちの力となるのです。え、もっかして調査隊に入れるってことですか。また適当なことを。こんな変なやつ仲間にできませんよ。許可する。うわっ最も調査隊にふさわしい実力を持つならばだが、銀河団調査隊隊長の島星だ。ほう、なんかちょっとクールな。ラベン博士から話は聞いた。逃げたポケモンを確保した能力を役立てる代わりに衣食住の提供を求めているとか。見たところ15歳くらいか。であれば一人前の大人として働くのが当然だが、首相も、あ、間違えた、首相も知れぬ人間をおいそれと雇うわけにはいかない。明日試験を受けてもらう。なるほど、フェアな提案ですね。どうです、隊長も一緒に食べながら聞きたいこともあるのでは。遠慮する。料理と真剣に向き合うために邪魔されず一人で味わいたい。すごいクールな方ですね。うん、相変わらずストイックな お方です。では僕たちは食べながら詳しい話をするとしましょう。ムベさん、いつもの芋餅、今日は3人前プリーズです。めっちゃ美味しそうな名前だね、料理名芋餅。ムベさん、サンキューですよ。最高の芋餅ですよ。美味しそう、食べてよ。ラベン博士、こちらの流れ物どこで拾ってきたんですか。空に穴がありますよね、時空の裂け目と呼んでいる。あそこから落ちてきたのです。本当ですか。僕は科学者です。観測した事実にどのようなルールがあるのか確認していくのが仕事です。僕には事実が全てです。僕たちがいる翡翠地方には数多くのポケモンがいますよね。いますね、草むらや森、海などあちこちに。そして調査隊はポケモンがどんな生き物か調べるのが任務です。ポケモンは怖い生き物です。どのような能力を秘めていてどういった不思議なことができるのかさっぱり解明されていないのですよ。そこでアクエリアス君なのです。ポケモンを3匹も捕まえた。いいですか、3匹もですよ。これほどの捕獲の天才は銀河団にはいないのです。ようやくポケモンの調査ができるのです。3匹も、それはすごい。みんな野生のポケモンに襲われながら1匹捕まえるのがやっとなのに。まあ浜に逃げたポケモンは襲ってはきませんでしたが、ポケモンを恐れていないからこそ近づき、よく狙ってボールを投げられるのです。調査隊の連中よ、おかしな人間を連れてのんきに食ってる場合か。隊長なんて中で芋餅を10人前を。ポケモン図鑑の完成がほど遠いとはいえ、焼け食いにもほどがあるぞ。島星隊長の焼け食いの日々も終わります。さあケイリアス君もどうぞ。空から落ちてきた君も銀河団に入れば食事も寝るところも安心ですよ。
お、夜だ。いやー、デリシャスでしたね。のんきだな。いいですか、アキラスは試験に受からないと調査隊になりませんよ。アキラス君の実力でしたら大丈夫、合格間違いなしです。だといいな。アキラスとやら今夜はあちらの宿舎を提供する。あ、ここか。だが試験に受からねば明日からは村の外で生活、最悪野垂れ死にだな。怖えよ。超怖いじゃんこの人。島市隊長と翡翠地方、厳しいって意味で似てる、いるよな。僕たちを守るためにも強く振る舞っているんですよ。空から落ちてきた人、布団からは落ちないですよね。それではグッドナイトです。ちゃんと寝ろよ。はい、ちゃんと寝ます。それにしても空から落ちてきたってお前何者なんだ。お、じゃそろそろキリのいいのでね、この辺で終わりたいと思います。はい、ではここまでご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、バイバーイ。